こんにちは。今回は狩りを快適にするためにカンストハンターがコツコツやってる作業の紹介です。まずはじめに紹介するのは切れ味周回です。クエスト名はその魚の切れ味はいかが、ドス切れ味に引きを納品するイベントクエストです。砥石の代わりに使うと研ぎ回数1回で研げるようになる切れ味の上ヒレというアイテムが手に入ります。クエストが始まったらまず捕獲ネットをセットします。エリア1と中央キャンプに捕獲ネットで捕まえられるドス切れ味がいるので、隠れ身の装備を着て近づいて捕まえます。クエスト達成後は戻り先をキャンプにしておきます。こうすることでマップ読み込みのロード時間を削減でき、周回に有利です。キャンプに戻ったら受付嬢に話しかけて再受注します。この後は先ほどと同じ作業の繰り返しです。ここジャンプ中に切ると効率的。2回目の周回後も先ほどと同じくキャンプに戻りますが、すぐにクエスト受注はせず、一度テントに入ってアイテムポーチ内の上ヒレをボックスにしまいます。ポーチでの上限が5個なので、3周目の2匹目から出る分はロストしてしまうためです。なおこの時の作業が早くなるようマイセットを作っておくと良きです。ここまでワンセットとして繰り返します。次です。植生と交易線もまめにチェックします。植生は各種グレート系肥料4種を使った状態で柔らかい土を使い、クエスト5回分すべての肥料の効果を伸ばします。貿易船は3ストも仕入れ希望を消費アイテムにし、キジニャクジーとケルビの角が含まれていれば購入します。次です。蒸気機関とマカレンキンをセットで回します。蒸気機関で狙うのは高級お食事券スチームチケットです。蒸気を回した後はマカレンキンでスチームチケットとキジニャクジーを引き換えます。直生で計らずも手に入る大津のアゲハも引き換えに使えます。基本的にここ以外で使い道がないのでぶっぱして OK です。紹介は以上です。どの作業も数十秒数分で終わるルーチンなので、忙しくてまとまった時間が取れない日にやったりしています。他にも皆さんおすすめの効率化テクニックがあればぜひコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。